川原寺は、アスカにあった、仏教寺院。跡地は、国の史跡に指定されている。アスカ寺、薬師寺、大寛大寺と、並び、アスカの四大寺の一つに数えられた、大寺院であったが、中世以降水尾支廃寺となった。現在は跡地にある新言州と与山派の幸福寺が、宝塔を継承する。境内園系川原寺は、アスカ寺、薬師寺、 大観大寺と並ぶアスカの四大寺に数えられ、七世紀半ばの天智天皇の時代に建立されたものと思われるが、聖史、日本初期にはこの寺の創建に関する記述がない。そのため創建の時期や事情については、長年議論され、様々な説があり、謎の大寺とも言われている。平城京戦都ともに、 他の三大寺はその本拠を平城系移したが、河原寺は移転せず、アスカの地に留まった。日本初期の白地四年城には、僧民の死去に伴い、追善のため多くの仏像を河原寺に安置したとの記事があるが、初期の偏者は、河原寺でなく山田寺であったかもしれないとの忠を付しており、初期編算の時点ですでにこの話は、あやふやなものであったことがわかる。 したがって、川原寺の資料上の所見として、確実なものは、次に述べる、初期の天武天皇2年3月の記事である。それによれば、この時、書生を集めて川原寺において、初めて一切教を書写したという。この記事は、日本における一切行書者事業の所見として、著名なものであるが、川原寺の名はこの記事で唐突に現れ、 その創建事情については初期は述べていない。そのため、河原寺の創建については複数の説がある。諸辞縁技集には微脱天皇十三年創建説を載せているが、河原寺後からの出土遺物の年代から見て、そこまで遡るとは考えられない。前日の初期の記述から見て、天武天皇二年以前の創建であることは確かで、あると思われ、 天智天皇が母の斎明天皇が営んだ川原宮の跡地に創建したとする説が有力となっている。川原宮は斎明天皇元年に飛鳥会田武器宮が消失し、翌斎明天皇2年に岡本宮へ移るまでの間に使用されたカリミ宮である。昭和32年から34年に実施された発掘調査で川原寺の仮覧配置は一等に近藤式の得意な ものであったことが判明し、川原寺式伽藍配置と称されている。川原寺では、注文左右から出た回廊が、伽藍中心部を方形に区切り、回廊の北辺中央に中根道が位置する。回廊で囲まれた区画内には中根道の手前右に五重塔、西に西根道が立つ。回廊内に、仏堂と塔が左右に並んで立つ点は、法隆寺サ院伽藍と、 類似するが、交隆寺近道が南を正面とするのに対し、河原寺西近道は東を正面とし、塔のある方向に向いて建てられている点が異なる。発掘調査の結果によれば、西近道は現存する東昇大寺近道と同様に、正面を吹き放ちとした建築であり、中近道は、正面3軒側面2軒の母屋の四方に、吹き放ちの日差しを巡らした開放的な建物であった。 ことが分かっている。これらの建物は後にことごとく失われ、礎石のみが残っている。中で、中近道の礎石には他に、類例のない大理石の礎石が使用されている点が注意される。また、川原寺から出土する創建寺の瓦は、福弁蓮華文瓦と呼ばれる、八枚の花びらの、それぞれを二つに分けた形式の複雑なデザインのもので、これが、 以後の河原文様の主流となった。河原寺は、研究2年に消失したことが、九条金実の日記、玉葉の記載からわかる。また、これ以前にも延休4年の、大見国幸福治療荘園中心という資料に、荘園に関わる文書が、幸福寺の火災で焼けてしまった胸の記載があることから、複数回にわたって消失したことが推測される。 鎌倉時代には一旦再興されるが、かつての勢いを取り戻すことはなく、室町時代末期に、大火で、再び消失して、以降、再建されることなく、廃寺となったものと思われる。その後、江戸時代中期に中近堂跡に、幸福寺が建立され、現在に至っている。昭和49年、川原寺の裏山の板吹神社から、 千数百点に及ぶ素像の断片や、戦物が発掘された。戦とは、土製品を焼いたもので、材質的にはレンガに近い。川原寺裏山からは、縦横とも20センチメートルほどの板状の線に、三尊物を浮き彫りにした、三尊戦物が大量に発掘されている。戦物が一箇所から大量に発掘された事例は、日本で他になく、 その用途ははっきり解明されていないが、仏像の壁面を戦物で埋め尽くして消滅していたという説が有力である。現在、川原寺跡は、南大門、中門、回廊などの旧位置がわかるように整備されている。現在の幸福寺は、重要文化財の木造りも地区に点、多門高尻立像を安置する。幸福寺に関するカテゴリー。ありがとうございます。